商店にクレヨンゆうちちゃんと来ました。イタニアコです。イエーイ、イタニカムさんハムニだということでね、私はねこのゴーグルをして活動してまいりましたけれどもね、とあるライブハウスでお会いしまして、うんうん、初めてこれは太一なのかと突っ込まれてバレましたね。はい、私はねすごいね、学生時代に幼き頃に、ね、デジモンがすごい好きだったんですよ。それでこれ中学校の時に買った缶バッジも持ってるぐらいオタクだったのに、それを掘り返されて相当オタクになってしまい、かといってカラオケの鉄人に来る勇気もなかったので一緒に来てもらいました。イエーイてなわけでね、なんかドリンクコラボとかね、もうそんなの誰が買うんだよとか思ってたら私買っちまったよ、うん、はい、コースターなんか11種類ぐらいあるらしいですけど、ランダムっていうね意地悪ですよね、うん、そしてなんとコースター全種セットついてくる3000円もする肉の塊を板にはついに誕生日という自分の口実をつけて頼んでみたので、後でまたご紹介しますはい、ということでね、トライっていう今劇場版の限定のデジモンやってるんですよ。続きみたいなやつね、デジモンアドベンチャーとデジモンアドベンチャー02となんかその続きみたいな高校生バージョンの主人公たちが出てくるやつがあるんですけど、ね、02のキャラがね消えたんですよ、うん、あれは後で出てくるんですかね、かな、なんか知ってそうですよねですけど、もう第5章が公開されておりまして、うん、次の第6章で最後なんですけど、私の推しメンの太一がちょっと新種の女の子に狙われていてすごい楽しみですね。誰が好きなんですか？私、幸四郎だよ。あ、てか、幸四郎。イタニちゃんと最初に喋った時は幸四郎が好きって言ってたよ。あ、待って、何？幸四郎じゃないのも好きなんですか？うん？違う違う。あ、知ってますよ、知ってますよ、もちろん。幸四郎、私も幸四郎が好きって最初の時。え、本当？私ね、うん、嘘ついてた。そんなことないですよ。私の位置が好きだ。なんか私に寄せてきた。いや、そうなんですよ。多分気のせいだと思う。幸四郎は好きだけど、ベストは太一です、ごめんなさい、いつの間にか太一に変わって、太一代わりして、太一です、太一のステッカーも買いましたえ、そんなわけで、なんかごめんなさい、勘違いさせてすみません、私はゴーグルだで太一です、これ、太一と幸四郎の関係性はすごい好きです、友達としてね、池袋にね、デジモンショップあるんですよ、あるんですよね、限定のピーパルコで、まだ行ってない、ま、このね、この人が私をオタクにしたのに、なんか全然行ってなくって、ピーパルコは絶対行くよ。あ、本当、絶対行く、本当かな、名古屋にもあるんだって、なんか情報がすごい取りに行ってるもん今、頑張って、カラオケの鉄人も今こんなのやってるけど行ったみたいな、知らないよね、おかしいなって思いながら、でも来年のデジモンフェスは絶対行こうと思います、もう絶対取りに行きたいと思います、参加できなかったのに、で今まで、はい、全部過去ログ見ましたから、デジモンフェスを、あ、こんなことがあったんだみたいな、はい、騒がしい中お届けしてやります。それで私が先日そのリミテッドベースっていう、なんか T ファルコの中にオタクゾーンがいっぱいあって、そのうちの2つがデジモンコーナーになってるんですよ。で、なんかどでかくカッパしてっていうのがあって、あっ、あったはーい、絶対歌うるさいよね、音量、私にもね、イタリちゃんの声が聞こえないいいかな、うん、あ、さりげない感じで、はい、わー、すごい来た、あれ、撮れてる、あ、イエーイ、はい、ということで、なんとそのコラボしているご飯がね、カラオケの鉄人で店舗ごとによって違うっていう、またね、オタクをね振り回すキャンペーンなんですけど、缶バッジとかね、キーホルダーとかも売ってるんですけど、それは板には買いません、なぜならランダムだから。でもこの見てください、あ、ダメ、うん、危ない、これすごい、ほら、これがアグモの3000円の肉です、違います、コースターを買ったら肉がついてきたってやつですね、はい、すごいです、これ食べたいと思います、やったー、出来たてだよ、ね、出来たてですね、出来たてですけどしばらく食べれないやつですねなんかディズニーランドの匂いがしますね、はい、
え、それで、さっきドリンクをね、頼んだ時にこれ、タケルが同じの当たったんですけど、あの、これをね、頼むと全種類がついてくるっていう、なんかカラオケっぽい感じですねなんか除菌してあるよみたいなあ、すごい、なんかこういう開封の儀式の動画やってみたかったんですよ。お金ないとできないですかね、あれね。はい、ということで最初にひかりちゃん、はい、ひかりちゃん、ひかりちゃんです。はい、これは何のシーンですかね。あの洞窟で、洞窟、うん、これ、え、だい、わかる、え、だってこれ最近のやつじゃない、最近のやつ、最近だよね、最近のやつで、洞窟でめいちゃんがちょっとウジウジしてる時に、じゃなくて、え、じゃなくてはい、じゃなくて、あ、これちゃんが甘えてるからリブートされた後だね。そうですね、あ、そういうこと、あ、あとですね、あ、そっか、そうですね、うん、あ、ちょ、これさ、私今気づいたんですけど、うん、なんか持ってますね、なんか持ってるのは、なんか持ってますね、空鉄の、空鉄のなんかメニュー持ってますね、すごいなんだこれ、これ持ってますね、すごいですね、コラボ具合が。で、これは、あ、ほら、これもやっぱだ全部第5章の映画の中から撮ってますね、うん、はい、あの、なんか日本デジタルワールドから日本に帰ってきたんですけど、うん、政府に送還されて家に帰れなくなって、うん、あのコンビニのパンを食べているシーンですね。学校で、あ、ゆいちゃん、うん、ゆいちゃん完全にアルバイターですね何店にいるんですかねこれはそうですね、そのパンを食べた後の寝てるね、ピヨモンとパルちゃん、パルちゃんですね並べられない、はい、あ、並べられない、あ、私にはできませんこのちょっと YouTuber 的な、あ、ジョーですね、ああ、バイトリーダー、本当だ、シフトリーダー、ジョーおっちょこちょいですね。あ、これはん、なんだなんだ、わかんないけどかわいいなんかわかんないけどかわいい、あ、これ多分あの画面の中に入った後、あの、パソコンの画面の中に入った、私一応映画1回しか見てないんですけど相当覚えてますよ、すごい、うん、相当集中して京都京都で見ましたから。そしてソラさんですね、ソラさん、うん、ソラさん、ソラです、うん、で、あ、これは、あ、 BGM 終わった、あ、大丈夫よ、あ、いいの、もう一回入れとこう、あれ何のシーンだろう、わかんないです、もうもはやもはやわからないです、ほんとだ、ね、多分5章で映画やることには間違いないんだけど、なんかちょっと困り顔ですね、みんなこれどこのシーンでしたっけな、ね、はい、次はいっぱいいますね、ブレブハートも流していい、あ、流して流して、でも今もう入れちゃった、あ、いいよ、あ、幸四郎さんですね、幸四郎さん髪の毛短い、こんな感じなんですね、かわいい、なんか、あ、え、このシーンとかも分かりませんね、なんか太一が言ってるのは分かるんですけど、幸四郎は喋ってるんじゃなくて聞いてる側ですね、太一、うんうん、さんのことをじっと見てます、じっと見てますね。で、こっち、次は、あ、大和さん、大和さん髪切ってイケメンになりました、あの02の時はちょっとロン毛になってしまって、あ、そうだね、あ、あ、あーってバンドマンになっちゃったみたいな感じだったんですけど、うんうん、あ、だいぶかっこよくて、しかも声優さんもなんかあんまり変わったと思えないぐらいなんかしっくりしていて、なんか好きですね、うん、山田さん、山田さんいいですね、大城さんもね、いい感じなんですよね、そう、そう、割とそう、キャストがすごいあの、うん、しっくりしてて、いや、もうさすがだなと思いました、いや、うん、最初私あの大好きなね、太一さん、うん、ずっと独り身でいてほしいんですけど生まれちゃってるかやめてください未来がねできてるんですけど、太一さんの声 の, あの藤田敏子さんがもうめちゃめちゃ大好きで、うん、いやーもう本当それが変わってしまったっていうのが衝撃で、私は映画館に行けなかったんですが、ね、まあね、みんな頑張ってんだよって言われてそっかって思って結構あの一言が響いて、なるほど、あ、そうだな、まあ、まあまあ見に行こうって思って、それはもう 別物だしね、一応ね、うん、続きではあるけどって思って、まあ、何か言うんだったらちゃんと見に行ってから
言おうと思って、うん、で見に行ったらよかったっていうね。素晴らしい、よかった、オタクになりましたね、ありがとうございます。あ、じゃあ結構太一も声は変わっちゃったけど、うん、あのなんかやいいです、ね、ハマってますやっぱり。いいよね、うん、いいです。なんかすごいトライでもまた成長していて、はあ、かっこいいな、うん、もう一人見ていてくれ。え、そんな太一を狙っている女、いやそういうわけじゃないけどメイコさんという新キャラクターですね、うん、この猫ちゃんみたいな、うん、メイクもメイクメイクもメイクも興味持って興味持ちなさい、文字抜きそう文字抜き、 文字抜きそこだけ覚えてます。あのそのセリフがあったから私名前覚えました。文字抜き、ね、この人は文字抜きです、はい、なんなの本当にもうって思うぐらいぐじぐじしてるんですけど、なんかまあ分かりますよ、もうこの子が一番成長するんじゃないですかね。このメイクマンもこのままだとすごい可愛いんですけど、なんか凶悪なデジモンみたいになっちゃってて、なんか今みんなでこの人と戦ってるって感じになってます。かわいそうに、うん、辛いですねこれお風呂に、うん、お風呂に入った時のメイクもですね、かわいいし、かわいいですね。あの本当に第5章はこの人たちのターンだったので、いや辛い、見ていて辛いこともいっぱいあったんですけど、よかったです。第6章で終わりなんで楽しみですね。あー全部集まった、嬉しいね、目の前に全部集まった嬉しい、よかったかといって別になんか、うん、飾るね、じゃあ10月11日、誰も興味ないが誰も興味ないということで、またこれから、デジモンの歌の練習をしたいと思います。イエーイ。第3章に続く、うん、マシさよ、美味しいよ、美味しいよ、肉ディズニーランドより美味しかったよいやディズニーランドディスってなくて、やっぱそれなりに高かったので良かったです、ね、良かったです、美味しいです。大事おあ、ほんといけた初めてやった私さ、進化でガッツっていうさ歌あるじゃん、知ってる、うん、デジモンがいっぱい出てくる歌あるんだけど、うん、私結構それうまいの中学校の時すげえ一人で歌ってたの、うん、本当にオタクだったの、よく見つけたよね、うん、本当にオタクだったの、そう本当に好きで、完全に嘘だと思ったもん最初はめっちゃ好きですよ隠してたのさ、いやなんか埋もれてます、 DVD ボックス持ってました私、うん、家に。そうそうでしょ、私はデジモンアドベンチャーとカートキャプターさくらとピカチュウが好きなんですよ。でなんでピカチュウ、ピカチュウがすごい好きで、でポケモンよりも可愛くなくないなって印象があって、このデジモンがね昔ね、おお昔でなんかパクリじゃんみたいなの言ってたわけよ、なんかこう、うんうん、でなんとかなんとか見てみたらハマっちゃって、うん、うん、なんかいやこれはこれの可愛さがあるんだっていうのをね受け入れて、うん、ポケモンはそうピカチュウがすごい主張してます、ね、あそう、それで池袋のリミテッドベースってところで買ったなんかランダムの缶バッジやって開けようと思います、うん、見せて。そしてゆうきちゃんは優雅にご飯を食べています。しょ、前歯を避けて横でアニメみたいな強制してるんでね、ちょっと前歯弱いんで、これいつ、あ前歯な、でも前歯大事だよ、私も前歯折ったんだよみんな安心してください。あいいじゃん、空1枚目空ドーンとかいう音が何もなくドーンびっくりした、ドーン空、あ、いいですね、空ですね、あ、好きです、よかった、うん、あと、ヤマトと太一が入ってればいいです、うちにある空グッズあげようか、あ、ください、え、でもそんなにいらないですあの、物によりも太一が欲しいです太一はあげない、じゃあ、次デレ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 、あ、あ、こうしようか、いいなあげる前提だったらやべえ、あげなきゃいけないのかもしれない、いや、400円あ、ほんとちょっと、ちょっと待ってよ、もうちょっと仕方ないね、優しいから優しいからちょっと考えようかな、ちょっとなんか交換の方があ、でもどうだ、いい、まあまあまあいいよいいよ、ちょっとずるいよしよしよし、ダン、あ、まあまあまあ、ヤマト君、いや、いいやつ、いいじゃない、いいやつ、レアですね、結構いい、いいや、あのメイク入ってたら投げるよメイクに向かって、え、マジメイクじゃない、ちょっとメイクじゃないっていうのはよくない、タイチ、タイチ、これタイチ入ってたら私完璧なんですけど、
あ、もうこれでデザインかわいいよね。これかっこいいですね。劇場版のタイツのデザインもあるらしいんですけど、あのどこの劇場に缶バッジが売ってるのか教えてほしいです私に。なんかリミテッドベースの限定のヤマト君、ヤマト君、うん、さあどうだ、デレレレッタン、あまあ、あまあまあ一かけまいいじゃないでも、あ大事、あでもよかった思ったよりもね、次さんまた4個買うじゃん、絶対絶対当たんないと思うんだよね。うん、そう、あーそうか、素晴らしいよ、いやよかったですよ。可愛い可愛い全部可愛い、でも結構ね缶バッジ可愛かったんで買いました。まあ、まあ、どれ当たってもメイク以外ならごめんね、まだメイク愛せないんだ。まだ愛せないね、ごめんね、うん、ちょっとね、そう頑張ってあの成長していただければいいかなって、ね、あと最後タイツとくっつかないでくれれば私はメイクのことが好きになれると思う、うん、さすがにないんじゃないかな、いや多分そんなね急展開にはいかないと思うので、うん、あのやってほしい、みんなを見ましょうなことは、そうやんやめんってなんかちょっとフラグ立ってるぐらいで終わってくださいっていう感じで、うん、もうね最後の並びとか横にいないでください絶対。マジでいないでください本当に。あのタイちゃんそういうのちょっとまだわからないので、そういうこと言うと本当オタクっぽいね。うん、この人たちも付き合わなくていいです、もう付き合わなくていいです、あの最終の付き合わなくていいです、幸四郎さんもしかしたらミミちゃんと何かあるかもしれない。そうね、嫌ですかやっぱり、いや別にいいよ、一人見に行ってもちゃんとあのミミ先輩からいろいろ教わってほしい、教わってほしいです。何をですか。何をって言うと、そうですね、以上。ありがとうございました、イエーイ。うげえな夢の後のやるせない世の中だ、そうした常識外れも悪く